おはようございます。釣り子 TV です。ディスタイルの機体の新作ワームが釣り具屋さんに並んでましたね。これ買ってきてみました。ブルーのシャッドっていうことで 4.8 インチ。少しね、大きめのシャッドテールですね。シャッドテールはね、今どのルアーメーカーでも必ずね、一つはラインナップされているこのちょっと大きめのやつですね、こんな印象があるんですけども、まあ、釣れるワームが多い印象のディスタイルからですね、青木プロのこういう感じっていうのを詰め込んだね、ブルーのシャッドどんな感じかね、まずはね1パック買ってみてね早速使ってみたいなと思って入手してみました。でカラーはね、セクシーシャッドっていうことでまあ綺麗な感じのね、セクシーシャッドだなっていうことで早速どんな感じかね開けていきたいと思います。まず、数はね12345 本入っていて価格はね830円ほどで、売っておりましたね。じゃあ開けていきます。あここがつながっていてはいこんな感じね、型崩れしないようなこういうブリスターパッケージで早速1匹出る。はい出てきました。今ね手に取った時にちょっとあーって言ったんですけどもすんごいね重量感持った瞬間にドスッとねこりゃ飛びそうな感じだなっていうのをまず第一印象で、ありました。今もね実際こう指に乗せていてあーこれずんぐり重いなね。で出してみてね一目瞭然気になるところがもう早速いくつかあるんですけどもここにこういうフィンがついていますね。でテールはこんな感じ。これね俺ね好きなんですよね。ちょっと逆三角形みたいなねこっちが下で下に向けてこう広がっていくこの形状、ここ各メーカーによっていろいろなね形が採用されてると思うんですけどもこれ触ってみてあとね結構張りのあるこのテールの動きをしっかりとこっちのボディの方に進めてくれそうな足首のこの太さとか張りでこの形状これは結構好きな感じのシャッドテールになるんじゃないかなってね。実際使ってねジグストで使ったりテキサスリグで使ったりはたまたヘビキャラの具にしてみたりとかね、今後いろいろ試してみてね、好き嫌いは分かれてくると思うんですけどもこの単発での重量感となんだろうこのお尻周りテール周りの形状ね、ここら辺はいい感じじゃないかななんていう風に今感じながら触っております。でお腹にはねフッキングを良くするスリットが入ってますよ。でそんなこのスリットもね深すぎずって感じでなくてなんか必要最小限ねフッキングを良くするために考えられたそこまでごっつり掘られてないよみたいな感じなんですけどここら辺もまた使ってみてになると思いますが、そして頭周りがね結構ねこういうシャッドテールって顔がないものがほとんどですよね。テキサスにつけたりジグヘッドにつけたりっていうことで結構こんなお顔がないデザインのが多いと思うんですが、ディスタイルのにはねこんな感じのなんつったらいいのかなこれ土の子のような魚のようなね、顔がついていてちゃんと口元なんかもあって目もあってですねでここにもねちょっと見えづらいかもしれないんですけどこんなヒレがね配置されていてっていうねでボディ全体はこの上のこちら側に頂点があるような、三角形のような形これでわかるかな上の方が細くなっていくような形状ね。でそれに対してテールは今度は、下のね何ていうのかなこうが平らになるようなねこんな三角形、これが組み合わさってね動きを出すよっていうことみたいですね。ちょっとねこれ重さ気になるんで、ちょっと重さを先に測っておきたいと思います。はい、それではねディスタイルのブルーのシャッド、これは何グラムでしょうか。おっと、もう 20g に迫るような勢い、 18.4g って出ました。へえ、これはもうノーシンカーでとんでもなく飛んでいっちゃいそうですね。 18.4g、 まあ出しどころとしては、まあ自分なんかは例えばアラバマリグなんかも使うんで、アラバマリグの具で使ってみたいなーなんていうのもあるんですけども、去年このような形状で結構良かったのが、ノーシンカーっていうよりもスイムジグにつけてのジグストでこうバタ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 する釣りでね、レイドジャパンのワームとかでなんかすげえよく釣れたなーなんていう印象があるので、まあ時期的にもノーシンカーテロテロテロって食わせるのがちょっと、前の時期かな、まあもちろん今も釣れるとは思うんですけど、ちょっと前かなって思うので、これは何かスイムジグにつけてバタバタと泳がしてみようかなってね、そんな使い方してみたいななんていう風に感じます。で、ディスタイルのホームページの方を見るとですね、これの肝みたいなのがいろいろ書いてあるので、それもちょっと見ていきたいと思いますが、俺の食わせシャットテール、ね、リブボディとソリッドボディの究極の融合、それが、ブルーの、シャットテール。リブボディタイプの水上の良さや、シルエットを歩みできる、メリットと、ソリッドボディタイプのスキッピングのしやすさなど、シャットテールの使いやすさを極限まで追求。小魚を模したデザインは、目は、もちろんエラやヒレなど少しでもバスに対して小魚っぽさをアピールするためのデザイン。ボディの、下部にソルトを集中させることで低重心になり、安定したスイミングを実現ということですね。で、価格は830円で、詳細がさらに書いてありまして、フレックスリブボディは水をしっかり噛み、シルエットを曖昧にさしてバイトを誘発。またリブの恩恵で、ボディが柔軟になることでフックアップ率も向上。泳ぎを安定させるスタビライザーフィンを取ることでテールアクションを変化させることが可能。下のここのスリッターフッキング時のフックの収まりを計算した、深さで設計っていうことで、まあシンプルな形状ゆえに各メーカーのいろいろなアイデアがね、詰まってくるっていうのがこのシャットテールの面白いところではないかなと思うんですけども、ディスタイルのシャットテールはこの背中に設けたリブによって存在感をなんか曖昧な感じにするっていうね、このためであったり、あとはちょっとした柔らかさのね、ボディ自体には結構張りがあるので、それでここのリブによって少し背中側の柔らかさを作ったりね。で、気になるのがここのねスタビライザーフィン、これを取ることによってアクションの質が変わるよっていうことで、まあこれがついてるっていうことはスタビライザーっていうことなんで、そこまで暴れすぎないようなナチュラルなね、状態になっているのが、多分これを取ることによってもう少し暴れたね、アピール力の高い、アクションに変貌を遂げるのかなっていうね、こんな感じがねあるのかなね。現場でハサミね、切れ味の鋭いものを持っておけばチッと切ってね、ちょっと暴れて濁りが入ってるからアピールしてみようかとかね、これで杭の感じなんかが変わったら面白いですね。まあそこら辺もちょっとね実際使う時は意識して使っていこうかななんていうふうに思います。で、持った時からずっと言ってたんですけどね、重い重いって言ってたんですけど、これもう見てね一目瞭然ですね。このね下の色のところに結構ね、なんと言ったらいいのか、大粒のね塩がねみっちり入ってるっていうね、そんなのがねよーく見るとね、まあラーメンももちろん入ってるんですけど、結構ね塩がごってり下に入ってるな。で、上のこの綺麗な色のところは確かにノンソルトっぽいなみたいなね、まあ若干塩入ってるのかもしれないんですけど。で、とにかくシャッドテールの肝であるこう安定したスイミング姿勢ね、これを実現するためにいろいろなギミックが搭載されているよってっていう感じのルアーみたいですね。まあまあ手元でねこう見ていくとねそんな感じかなっていうところなので、この後ねまたちょっと時間がある時に水槽があるので水槽の中でいろいろなリグにね、セッティングしてああでもないこうでもないね動きの方も見ていこうかななんていう風に、考えております。まだねちょっと今忙しくて、何日後かになっちゃうかもしれないので、よろしければこんなリグでの動き、こんな重さのねやつで、動き見てみたいなんてコメント欄とかにね、書いておいていただければ、ちょっとあればねそういうリクエストにもお答えしてやっていきたいななんて思ってますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日の釣り子 TV はこちらディスタイルからの期待のニューワームね、ブルーノシャドテール、これを開封してみてるとこういった動画でした。釣り子 TV でした。